どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。弱小校は神奈川を制す、グローリーロード。とりあえず赤が多いので赤回避を優先していきたいと思います。まず1で、まず白でも、必要最低限、赤だけは踏みたくない。悪いことしか起こらないんでね。こんなもの見つけた。スポンジとバケツ、あ、ラッキー。お、浜谷、なんだ神奈川の暴れん坊。マジか。暴れん坊か。まあ、悪くはないけど。で、呼んで赤回避しますね。よしよし、なんとか赤を踏まずに済みますね。お、看護師さん、嬉しい、これは。これで看護師さんに会って、ちょっと体力そろそろ回復させたいんでね。あ、でも経験するじゃない、なかなか。お、厳しい練習にみんな喜んでる。なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。疲れ取れた。あ、嬉しい、嬉しい。勝手に疲れ取れてくれるのはありがたいですわ。うん、ここぞ、で、2で青い、いいマスを踏んでいきましょう。内川、いいじゃん。おめでとう、誕生日。で、パワー、守備。あ、よしよしよし、いいよ、いいよ。熱血感な感じ。おお、すげえ。おお、嬉しい、嬉しい。なるほど、ね、熱血感指導が、熱血感の熱血指導が、いいもん、いい結果をもたらしてるっていうところでしょうかね。さあ、そして、10月、オクトーバー、見ていきましょう。どこまで成長できるかですよね。球速141になったか。そうですね。とりあえず、じゃあ、請求、140越したら、請求アップでいいよ。イノがもうすぐ、スタミナ B か。でもこれは試合で伸びるでしょうから、コントロールですかね。変化球の感じで言うと、まあ、重い球がうまく動いてくれると信じて。で、変化球磨かなくていいかな、クロセはそろそろ。どうしようか。そろそろじゃあちょっとスタミナとか上げていきましょうかね。スタミナアップやりの、戸川もスタミナ底上げの、練馬スタミナ上げの。そうですね。あ、でもどうしようかな。ワンポイントで練馬使うから、どちらって言ったら、球速とか上げた方がいいですよね。上げていきましょう。で、肩が C になったか。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、あと、パワー、あ、いや、ミートを C にしましょう。次の大会までに。で、雨宮が、守備が、あ、上がったじゃん。いや、嬉しい、嬉しい。じゃあ、パワーで。で、それで本堂が、パワーアップ。そうだね。パワー底上げでいいでしょう。で、具志堅がパワーアップ、パワー C。ああ、じゃあいいじゃないですか。どうしようかな。まあ、ファースト守ってんだから、総力あんま気にしないにして。いいかな。パワーもうちょっと上げていきましょう。で、富士がどうしようかな。守備が D。いいじゃん。じゃあ、あとはどうしようかな。肩上げ。パワーがひどいな、ちょっと。でもどうしようかな。一応パワー上げておきましょうか。で、それで、柳川が、パワーアップ。ですよね。とりあえずパワーでいいかな。ミートアップ。で、そして内川はパワー底上げでいいでしょう。で、そして荒木、総力 B になることを祈る。ミート C になりましたね。阿部くん。じゃあ、あとパワー A に。いや、B でも打ってくれる気がするんだけど、一応まあ A にしときましょうか。パワー底上げでいきます。で、桐山、ミートアップ。パワー、どうしようかな。パワーでいこう。いや、総力。うん。足の、やっぱ外野はちょっと2、3に足があるやついた方がいいですからね。で、総力が、だいぶ上がってきましたね。パワーがひど、まあいいや、でもホームラン打ってるし、彼は。嫌味沢ほっといていいでしょう。で、どうしようかな。河野なんか新しいポジションやらせますか？どこか足りないところ。サードが、セカンドがちょっと足りないんですよね、今。実質だってセカンド今、本職の富士があんまり育てきってないっていうのと、まあ、天宮にちょっと代わりやってもらうって感じなんでね。ショートいねえのか、どちらにせよ。でもショート岩見沢。川野ショートやってもらおうかな。じゃあ、ショートちょっと、お願いします。サブポジ習得の、ショート。オッケー。まあ、守備力、でも守備力低いからやめよう。守備力、ここまで露骨に低かったら、ちょっとさすがに使いづらいわ。サードも守備力、内野手は基本的に守備必要ですからね。とりあえず、底上げかな。カーンのとりあえず、守備力底上げ。で、走力 OK です。まあ、こんな感じでいいでしょう、とりあえずは。進めて、フォームチェック、そして、つきました。体力、ほぼ回、思いっきり回復していきたい。いいじゃん、メンテナンス全員疲れが取れる。ありがとう。で、4-4-3かな？よいしょ。まあ、4-4になるかどうかわかんないですけど。さ、あ、いいじゃん。2が欲しいな。そしたら、アイドルが2人来てるんで、これはちょっとぜひ、ちょっと使っていきたいですね。まず疲れ取って。よっしゃ、スポーツの秋でございます。2、あ、来ないか。じゃあ、4の素振りを使って一気に飛ばして。来いと。
コントローラー、パワーアップ、スタミナ、いいじゃん。成長させて。体育祭、目立った活躍選手はいない。残念。何？パリ、セリーグは中日、パリーグは、あ、北海道日本は、マジか。そうなんですね。いやー、なるほど。中日が優勝したか。まるで2006年、中日最強時代のあれを思い出しますね。あの時のね、タイロンウッズは止められなかった。そんな風に思います。テンション上がった。オッケー。テンション上がったところに2のバント練習でさらに合っていくという、このせ、あ、何これはモテギ実業高校？格上かな多分。なる、どこの高校だろう。まあ、いや、頑張っていきましょう。佐渡だ、新曲。練習効率、よし！ 4 勝1敗、ひどい。あ、これで4デッキに行けばいいですよね。4のチューブトレーニング行きましょう、次。体力的にはどう、何このまんべんないチーム。すごいな。まんべんなさすぎるでしょう。まあ今経験させてるし、信頼度がちょっと低いのはありますかね。少し、まあこれからですから。起用設定、これはもう、わー、特に問題ないかな。問題だが、相手の、ちょっと、あ、チーム疲れてるかな。あ、練習確認見ればいいのか。あ、全然疲れてないじゃん。あ、これだったら相当覚えますよ、これ。次、アイテムでなんか、うわー、別にいいかな。今更やることもないでしょう。なんだこれ。第二変化量やっぱある。持ってないからいいです。さあ、そして、じゃあ、チューブトレーニングいきます。よいしょ。チューブトレーニング一気に上げて。さあ、どれだけ成長するか。あ、なに、ドラフト？だって。あ、近いな、ドラフト。楽しみですね。さあ、まあいいや、そんなこと、どれぐらい成長する？オッケー、いいね。肩に、おー、スタミナ 3! いいじゃん。おー、いいよ。オッケー。いや、成功ですね、この作戦。なるほどね。だから多分練習効率が上がるっていうのは、ほぼ一旦ですね。その能力が機能するのであれば。なるほど。なんだか新しいことを覚えてよかった。というわけで、次回へ行きたいと思います。ちょっと早めですが、次回、地区大会、頑張っていきたいと思います。格上との勝負、お楽しみに。じゃあねん。